はい、というわけで今日はですね、岡山県中区の護国神社にやってきました。こちらはですね、岡山県にゆかりのある方、岡山出身の方、まあ、戦争でね亡くなった方が祀られる、神社なんですけども、まあ、毎年ねこの時期になると、まあ、この時期というのはもうこの終戦の、8月15日になると、こういう形でね、あの提灯がね、ずらっとね並べられるですよね。で去年もね行ったんですけども、去年はまあ大雨、ちょうど台風がね接近してた頃なので、まあちょっと撮影がねなかなか難しい、まあそんな感じだったんですけども、今日は、ようやく1年が経ちまして、また再びこの時期がやってきました。まあご紹介という形で今日は、やってきました。まあ、普段というか、コロナ禍じゃなかった時は、盆踊りが、この先ですかね、開催されてたりとかあったんですけども、今年もやはり、ギリギリまでね考えた結果、やらないということになりました。こちらが15日の日没から夜明けまで点灯されて、まあ、そこからまた16日の日没から翌日の朝方まで点灯されるそうです。であの先に本殿がありまして、8月の15日、まあ、朝ですね朝に、まあ、慰霊行事が行われるそうです。で15日16日こういう形で点灯しているので、ぜひ皆さん行ってみてください。簡単でしたけどもありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。